皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は猫の尻尾の動きについて紹介します。猫はツンデレで普段何を考えているかわからないことが多いですが、尻尾の動きに注目すると気持ちを読み取ることができます。尻尾をピンと立てていたり、ゆっくり揺らしているのは嬉しい時やリラックスしている時です。だらんと力なく尻尾を下げているのは、叱られたり狩りに失敗したりして落ち込んでいる時です。毛を逆立てながら太くなっていたり、バタバタと振っているのは怒っていたり驚いている時です。また尻尾の先端だけを動かしている時は、次の行動について迷っている時です。以上で猫の尻尾の動きについての紹介を終わります。皆様も今後はぜひ飼い猫の尻尾の動きに注目してみてください。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。